御祖殿は正殿の中央に位置し、神戸宮の中心となる祭祀空間です。参拝客は殿前で、線香と合掌を通じて天上聖母に願いを託し、燃え盛る線香の火と煙のもとで、俗世のしがらみを洗い流します。神戸宮は主神として、天上聖母母祖を祀り、二大御宝として千里眼と順風寺を置いています。母祖は本姓を生やし、名を木と呼び、宋太祖の建立元年に生まれたとされています。母祖がさまざまな苦難を救済した伝説は千年以上もの間語り継がれ、最も広く崇拝されています。そのため、一般の人々の間では、母祖、母祖婆、天上聖母と呼ばれ、親しまれています。母祖殿の空間は、主要な広間となる家内と、神像を安置する神棚に分けられます。殿内両側の壁には光明灯が設置され、神徒の祈祷や厄落としに用いられます。神棚前方の神卓には異なる母祖が複数祀られ、他の廟に迎えられることもあれば他の廟から迎えることもあり、神戸宮の一大特色となっています。